この車実はねすごい個人的にはね好きなんですよね。今乗ってるのはマツダの CX-8、まあ、日本国内でのマツダの SUV のね、最高峰モデルということになります。CX-8 が、デビューしたのは、2017年の12月ですね。ですからもう、2年半ぐらいのね、まあ時が今この時点でね話してる時点で経ってるわけですけども、まあ当時ね、まあマツダ、まあこの車に関して言っていたのは、まあミニバンをね、まあマツダは国内ねやめたわけですよね。それの代わりに、まあ純粋な代わりというわけではないんですけども、まあ同じような、多人数乗車とユーティリティ、まあ荷室の広さですね、まあそういうものを持った、まあ3列の SUV を、しかもね、アメリカで売っている CX-9 のような大きいものではなくて、まあ、日本の、道路環境、交通環境、ね、駐車環境でも使いやすいところの上限ぐらいなところのサイズでそういうのを出すんだという宣言があって、まあ、この車投入されました。まあ実際のところね、まあ、その戦略は良かったのかなという気がしますね。マツダといえば、デザインと走り、まあすごく極端に言うとね、やっぱそこのところを強く押してきている中で、まあそこにそぐわないミニバンを置いておくよりも、ね、そういう人はぜひこっちを選んでねというメッセージはすごくね、こう強いものがあったと思いますし、実際にマーケットでもそれは十分に支持されたと言っていいのではないかなと思います。確かに何でしょう、例えば、ノア、ボクシーとかね、セレナとかそういうボリューム感ではないですけども、いわゆる、高級 SUV というかな、まあそういうものとしてユーティリティと、まあ、多人数だけじゃなくてそこには重要な要素である、まあ、押し出し感みたいなね、まあそういうものも含めたところで勝負できる車としてこのね CX-8 はね出てきたし、そういう風に支持されてるのかなという風にね感じます。実際みんながね別に3列目まで人座らせたいわけではなくて、遊びに行くギアを積み込みたいよねと、まあね、今本当キャンプとかブームですけど、キャンプ行くグッズとかを遠慮なく入れていけるっていうかね、放り込んでおける、とりあえず放り込んでおけばいいやと思うぐらいの容量があるというのがまあ一つ大きいと思いますし、マツダとしてもねそういうニーズというか用途のことはまあよく分かってたんでしょうね。何より僕は出てきた時に驚いたのは、牽引、なかなかね日本車って実は、純正で、まあ、国内でね純正で、牽引フックをつけられる、まあ、トーイング、ね、ヒッチを、まあ、つけられるものがないかったんですけど、この CX-8 はねそれをまあつけてきたと。750キロまで、まあ、牽引が可能と。750キロというのはまあ普通免許でね普通に牽引できる、まあ、マックスなんで、まあ、そこまでだったらもう全然余裕だよというものをつけてきたと、まあ純正オプションとして用意してきたということで、この車は単にこう多人数乗車だけじゃなくて遊びのねギアとして思い切り使ってねというメッセージがねそこに入ってたなと。まあレクサス LX とかねもう他には限られたモデルしかないので、まあそういう遊びを知るというかな、そういう人にとってはねこれは、とてもねおマツダ分かってるねという感じを出したのかなと思うんですよね。そしてね出た時には、ディーゼルエンジンのね、モデルだけがまず用意されてたんですけど、これもね僕は最初に乗った時走りびっくりしました。まあ 2.2リッターのディーゼルかなは、最高出力190馬力もまあ大したもんですけど、最大トルクがね450ニュートンメーターあったんで、これはねやっぱ走りの余裕にすごくつながってるなと思いましたし、あとはハンドリングですよね。実はねこれ CX-5 のまあ、顔つきとかね似てるんで5のロングなのかなと思いきや、マツダの人に聞くと、いやいや、まあそういう言い方をするならばアメリカ版の CX-9 のナロー版なんですよと。つまり、CX-5 を伸ばしたというよりかもそもそも長くてその分まあしっかりしたボディ、車体、シャシーを持っていた CX-9 をね、まあ、日本の交通環境に合わせて、まあ、幅をまあ縮めたというか狭くしたのが
CX-8 なんだと、まあなんかそういう風に言うんですよね。でもそれがねすごくわかる感じがして、シャシーがすごくしっかりしていて、そしてなんだろうな、サスペンションの動きとかねすごい穏やかなんですよね。なんかこう、まあ、マツダはスカイアクティブ以降ね、まあ、スカイアクティブという、まあ、テクノロジーをね提唱して以降そういう方向性を目指してきたと思うんですけど、でそれがね、まあ、究極的に今実現されているのはもちろん一番新しいシャシーのマツダ3であったり CX-30 であろうとは思うんですが、このね、まあ、言ってみれば第一世代のスカイアクティブのシャシーを使いながらそのエッセンスがもう存分に盛り込まれていて、すごく穏やかで、なんかシャープとかとは違うんだけど、でも意のままになる感覚がすごくある。この乗り味をね、最初にこう試したっていうか体験した時にはね、本当に驚きました。あ、こんな世界まで来たのかと。ご存知の方も多いと思いますけど、マツダね、スカイアクティブを開発する時に、リファレンスとして、そのまま参考にするんじゃなくて、こういう世界があるよっていうことを、走りの皆さん全員がねこう共有する、そういうものためにね、まあメルセデス・ベンツの W124 とルノー・キャトルをね買ったという話あって、まあ僕も124メルセデス乗ってたんで、その世界ね、まあなんか表現したいものって なんか伝わる気がする、分かる気がするなと思ってたんですけど、 CX-8 に乗って思うのはもう本当にね、まさにその通りの世界、まあ124に乗ってるみたいって当時はねちょっとあえて誇張気味に言ってみたりしたんですけど、本当にそういう感じがするんですよね。とにかく路面の入力に対してこう穏やかに受け止める、そしてステアリング入力に対しても全然クイックとかシャープというわけではないんですけど、こう切っていってロールしていって車がこう向きを変えていく、その一連のこうプロセスがなんていうかな、すごいこう人間とのハーモニーがねすごくいい感じっていうんですかね。車だけがシャッと曲がるんじゃなくて、で人間が逆にねこの車曲がんないなと思ったり曲がりすぎるなと思ってこういろいろやんなきゃいけないんじゃなくて、本当にね意図した通りに動いてくれる感じっていう、その目指してた松田がねずっと言ってた世界がいよいよここで実現されたのかなって乗って思ったという記憶がすごくあります。まあ、話がね本当尽きない、CX-8 なんですけども、実はね、まあ、これまで、まあ、2年半ぐらいの間に大きく2回の商品改良を加えられていますね。まあ、本当にね細かいところまで手が入れられてるんで、もう話せばキリがないんですが、まあ、2018年の時にはねガソリンエンジン車が追加されたのがまあ一番のトピックでしょうか。そしてね、また2019年の改良では、例えば、天井のね、まあ、塗布されてる素材を、変えることでね、雨の時のポツポツ音を軽減したとか、3列目に USB の端子がつきましたとかね、あとは、まあ、それまでのに行われたことといえば、あとは、まあ、この、AT のね、シフトゲート周りとか、ずいぶん出た時に比べると、こう、加色が立派になりましたよね。シートなんかも、電動のねこの調整のスイッチがクロームに彩られていたりと立派になっています。そうそう忘れちゃいけない GVC ですね。 GVC も、まあ、一番最初出た時にはなかったんですがつきました。G ベクタリングコントロールですね、はい、こちらのおかげでさらにまあこの、走りの自然な感触というんですかね、それもまあ磨きがかけられたりと、さらにね、AWD のモデルではオフロードトラクションアシストかな、というのがついて、まあ、オフロード性能に関してもさらに引き上げられていると、まあ、本当にねきめ細かく、まあ、いつものマツダらしくね細かく細かく変更が加えられているわけですよね。で、今乗っているのは、25T エクスクルーシブモードという、まあ、2019年の10月かなの、改良の時に設定された特別使用車ということになります。これがなかなか見どころがあってですね、キャプテンシート6人乗りの、まあ、つまり2列目が、2名掛けの仕様なんですけども、このシートに、マツダ車として初めての、電動のスライドとリクライニングがつきましたね。それがねこのディープレッドという、まあ、シートのカラーとの、コーディネートで、もうねなんか見るからに
そして見るからにだけじゃないですね、触ってみて、そして座ってみて、もう高級感上質感がね、まあますます増してるというか、特にリアシートの当たり前ですけど、リアシートに座る人にとってはなんかね、さらにこうエクスクルーシブ感がね、まさにねこう増したものになっていますね。そしてまあ実際走ってみてどうなのかというと、今回のモデルはね、これね、まあ、2.5 リッターターボの、FF ということになるんですけども、いい意味で大きな違いはないなというふうに思っています。最初にね、話した、すごく穏やかでしっとりとしていて、乗りやすい、そしてなんか、長距離行くのにいいなという、まさにこう1,2,4 感覚というんですかね、まあそういうところは変わってないなと。ただというかね、全般になんというかね、もうちょっと軽やかな感じがするのは、これがまあ FF でガソリン車だからなのかなとは思います。FF、でしかもこの 2.5 リッターターボのモデルだと車重がまあ1,800キロをちょっと超えるぐらいなんですね。一番重い車だとこの CX-8 1930ぐらいまで至るんですけどね、ディーゼルの四駆とかになると、まあ、それに比べるとね、まあ、随分軽やかな感じがしますね。やっぱりこの差はねあるなと、なんとなく買うんだったら AWD だろうと思っていたところがあるんですが、この軽やかさのを、まあ、味わうとね、こっちかな、こっちも捨てがたいなという気に今なっていますね。エンジンもね、まあ、ガソリンターボ、これ最高出力230馬力もまあ大したものなんですが、最大トルクもね実は420ニュートンと、ディーゼルの450にねそんなに負けないぐらい出てるんですよね。でしかも今ねゆるゆると、まあ、クルージングしてるような状態ですけども、まあ、こういうなんだろうな、ゆったり走ってる時もあの力強さというか自力をすごく感じる、あの踏み込むと回転が一気に高まるとかシフトダウンドーンとするんじゃなくて、このトルクでぐーっと押し出してくれる感じがあるんですよね。マツダは6速しか AT をね、自社開発の AT が6速しかないので、そこはこう走りの上でまあ正直ハンディな部分はあったと思うんですけど、このフレキシビリティにのね、高いエンジンとの組み合わせだと、まあ、AT のダウンこんだけあればいいかなと、あの一つのギアでねこうカバーできるレンジが広いなという感じはします。だからこの組み合わせはね、いいんじゃないかな、はい。まあ CX-8 ね、まあまあ、気に入ってる気に入ってるって本当言ってますけど、その、まあ、改良のところもう本当にねポイントが多すぎてこう全部とても覚えきれないぐらい変わってて、あの本当にラゲージスペース開けてみると、今度はあのアンダーボックスですか、フロアの下のね、スペースが、確か標準で18リットル、この車もそうなんですが、ボーズのサウンドシステムついてる車でも8リットル、拡大してるんですよね。もうそういうもう気づかないようなところというかね、そういう細かいところまで本当に地道に改良されてて、どんどんいい車になってきたなという感じがしますね。個人的にもやっぱりちょっと外、まあ、アウトドアというかね、遊び行くのは特に自転車乗せたいなとかいうのがあるんで、 CX-8 は本当にこう単に気に入ってるというだけじゃなくて、自分のこうなんだろうな、ライフスタイル考えてもいいな、欲しいなという1台なんですけど、まあ、マツダ車最近よく言われるのは、まあね、どんどん良くなるからいつ買ったらいいか分かんないみたいな話もあるんですが、でもね逆に言うと本当いつ買っても間違いないから、今ねもし買うシチュエーションだったら間違いなく今選んでいいんじゃないというふうにね思えるかなと。少なくともまあ正直本当に出た時に比べたら、その洗練度は確実に高まってますしね、走りもね、そしてこの内装のちょっと心をくすぐる、まあ装飾というか上質なね室内なども含めてね、もう本当シートとかも本当いいですもんね。こう触ってもねこのレザーの雰囲気がいいですし、座り心地もいいし、なんかね遠くに遊びに行くことをちょっと想像しちゃいますよね。なんかねいっぱい積み込んででも、まあキャプテンシートだからいっぱい人を乗せてというよりかは、自分にとって大事な仲間友達、まあ家族などなどを乗せて
どっかに遊びにちょっと遠くまで、まあこういう車だとベタだけど、いわゆるグランピングみたいな感じの、まあ、アウトドアとかね、ちょっといい感じのアウトドアキャンプとかっていうのを想像するとやっぱいいなと思っちゃいますね。きっとこれからもね、まあ、改良は加えられていくのでしょうが、うん、今欲しいと思った方は、ね、今この生活にねこういうものがあったらいいなと思った方は今選んでもいいんじゃないかなというふうに思いますね。